日常演劇の食歌日記へようこそ。さて本日の演劇はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。キリンのイミューズヨーグルトテイストとレモンを飲みたいと思います。確かレモンって前飲んだ気がするんですよね。なので今回はこちらのヨーグルトテイストがメインになりますね。ではそのメインの方から飲んでみたいと思います。ヨーグルトテイストだけで白い濁りが若干ありますね。いや濁りっていうとおかしいか。では飲んでみます。どちらも酸味系だけどヨーグルトテイストの方がやっぱり自分好みだな。レモンも悪くないんだけどね。チャンネル登録よろしくお願いします。ヨーグルトテイストは甘さ控えめと書いていました。それでも全く感じないわけではないですね。むしろ程よい甘さがしっかり感じられて美味しかったです。なのでヨーグルト、甘めのヨーグルトが好きな方はおすすめですね。こちらで、こちらはレモンなので完全に酸っぱい感じで甘さはほとんどなかったですね。まあそれでも若干あるような気がして、強烈に酸味が飲みにくいっていうのではないのですが、レモンの酸味を求める方にはこちらの方がおすすめです。まあ当然じゃ当然ですけど、どちらもそれぞれの味がしっかり出ていて同じぐらい美味しかったので、今回はまとめてこちらの点数とさせていただきます。さてそれでは、桜チリ、サラリーマンかなこの春で最後の受験に挑んだのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の連続でお会いしましょう。